引き続き参考資料について説明します。参考1、申請書の添付書類等。参考2、リフォームの補助額計算例。参考3、子育てエコホーム支援事業と他の補助金の併用。参考4、土砂災害警戒区域等の判定方法。 参考5子どもエコスマイ支援事業との比較参考6リフォーム工事における3省連携を掲載していますので必要に応じてご確認ください参考1申請書の添付書類等申請の手続きは変更がありうることにご留意の上申請を行う際には 事務局が公表する申請の手引きを必ずご確認ください。注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入の場合の申請書の主な添付書類等については、スライドに記載の表の通りです。リフォームの場合の申請書の主な添付書類等については、 スライドに記載の表の表通りです注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入において、長期有料住宅、または絶地レベルの省エネ性能を証明する証明書等は、このスライドに記載の表の通りです。注文住宅の新築 新築分譲住宅の購入に必要な証明書のうち着工した建物が補助額以上の出来高に到達していることを証明する出来高確認書はスライドに記載の表の通りですリフォームの対象工事内容等に応じた性能を証明する書類のうち省エネ改修、子育て対応改修に係るものは スライドに記載の表の表通りですリフォームの対象工事内容等に応じた性能を証明する書類のうち防災性の向上に資する開口部の改修バリアフリー改修空気清浄機能換気機能付きエアコンの設置リフォーム貸し保険への加入にかかるものはスライドに記載の表の通りです。 なお、いずれの工事においても取り忘れ等により工事前写真が提出できない場合は原則として補助対象になりませんのでご注意ください。参考2リフォームの補助額計算,例です計算方法が分かりづらい例をピックアップし解説していきます。 窓の断熱改修の計算例です省エネ基準レベルの引き違いサッシの場合を例に解説します内窓設置・外窓交換の場合窓1セットで回収をした場合の補助額となりますガラス交換の場合1枚あたりの補助額となりますサッシについて 省エネ基準レベルの断熱性能と遮音性能、省エネ基準レベルの断熱性能と防犯性能、または防災性能の両方を満たす場合の計算方法です。